小沢市中心のグループ来週にも支持する候補者決定小沢一郎衆議院議員を中心とするグループは26日夕方から国会内で会合を開きましたそして代表選挙に立候補を表明する議員がほぼ出そろう来週にも再び会合を開き支持する候補者を決める方針を確認しました会合の後、小沢氏は記者団に対し衆議院選挙が近いことを考えると 日本維新の会や国民民主党それにお嵐を同じくする人たちとどう連携していけるかだ野党で協力し政権を任せても安心できるような体制を作ることが国民の願いだと述べました小沢小沢氏のグループは今月6日伊豆代表のままでは他の野党との連携が進まず政権交代は困難だとして ズン以外の候補者を支援する方針を確認しています。